血類信用化粧は北方建造の歴史小説 PHP 研究所から刊行された洋化粧の続編にあたる文造に2005年10月号から2006年9月号まで連載されたものをまとめた上下巻の単行本2冊が刊行されている中国の講談洋化粧演技を北方なりにアレンジした洋化粧の続編前作から数年後 領の将軍となった、記憶喪失の男、石窓師かと僧の再生へ、陽家軍の戦いを軸に、石窓師かと彼を取り巻く人々や死闘を繰り広げる、陽家の一族の悲哀を描く。全体としては、狂撃、白を求む母をベースとしているが、史実やオリジナル要素を多く取り込みその結末は、白を求む母とは180度違うものとなっている。そして、妖家将や、 本作の設定は、北曹末期を舞台にした北方建造水湖殿へと受け継がれてゆく。舞台は中国、北曹の初期。陽霊公と称えられた名称、陽魚を率いる陽家軍は、創建国に貢献し、さらに北方を脅かす領土の戦いにおいても、奮戦したが、味方の裏切りに遭い、陽魚は戦死、陽家軍も戦力の大半を失う。そして、 僧と寮で講和が結ばれ、ひとまずの平和が訪れる。そんな中、記憶喪失で保護された石間窓カは、その武勇と人柄を認められて、寮の皇室に連なる身となる。やがて再び、僧との戦いが開始され、石間窓カは復興した養家軍と戦うことになるのだが、ありがとうございます。